平岡あずさ、平岡あずさ、平岡、あずさ、1894年、明治27年10月12日から1976年、昭和51年12月16日は、日本の農商務官僚、内務官僚、平岡定太郎の長男、作家、三島幸男の父、少年時代の三党の執筆活動に大反対し、あえて悪役を買って出たことで、 三島の反骨精神を目覚めさせて、作家としての成長を間接的に助けた。息子、三島の死後は、その毒舌的なシニカルさや、ブラックユーモアの入り混ざった、回想録、せがれ、三島ゆきを表し、貴重な三島資料を残したことで知られる。年、明治年月日、東京府赤坂三家の神社入口付近の家で、 父、平岡定太郎、内務官僚と、母、長井夏、東京府死族、大新院藩治、長井岩野城の長女との間の長男とて誕生。本籍地は、兵庫県稲見郡、四方村上富木119番地、現在の加古川市四方町上富木。市の名は、定太郎が敬愛していた早稲田専門学校、現、早稲田大学時代の恩師、小野あずさに由来する。父、 平太郎は死が生まれるとすぐに徳島県に転勤。その後一旦本省に戻るが地方勤務が多く父親不在の生活が高校入学まで続いた。死には兄弟姉妹はなく一人っ子として育った。1912年明治45年3月改正中学を卒業後二郎。この時期に神経衰弱気味になり哲学書や 文芸者などに親しんだ。1914年、大正3年9月に第一高等学校に入学。この頃、父、定太郎は、カラフト町長官を失脚した。一校を卒業したあずさは、東京帝国大学法学部法律学科、土家法に入学した。一校からの同級生には、岸信介、阿賀妻久し、三輪の受葬らがいた。 東京帝大法学部時代のある冬の日、市は、正門前で、同級生の三輪の樹草が、見知らぬ小柄な一高生の後輩と歩いているところに、出くわした。市は三輪に、肉でも食べようという島の牛肉や、コートもかつに誘うが、今日は、連れがあるからダメだと三輪は断り、少し離れたところに立っている、平位破防で色あせたボロボロのマントを羽を、目玉ばっかり、 バカで快貧弱な一高生を指さした。そしてその数日後、家に遊びに来た三輪から、その一高生が、川端康成という作家志望の後輩だと聞き、正式に紹介すると言われたが、死は辞退した。1919年、大正八年、高等文館試験を一番で合格し、大倉賞を受けたが、面接官の印象が良くなく、同賞無賞、現。 農林水産省に内定した。1 9二十年、大正九年七月、東京帝国大学を卒業し、農商務省に入省。事務官となった。岸信介も同期入省だった。岸は一高へ、現役入学のため年齢は二歳下となる。1二十四年、大正十三年四月十九日、東京府豊玉郡大久保町大和西久保四百八番地、現、 東京都新宿区大久保に住む橋静江、漢学者、橋健造の次女と結婚。両親と同居している、東京市四谷区江住町2番地、現、東京都新宿区四谷四丁目22番の住居に、嫁を迎え入れた。2階に、あずさと静江、1階が、両親の住まいとなり、女中6人、書生1人、新潟出身の下男1人がいた。この借家は、 東北出身の軍医が建てた和洋折衷といった趣きの屋敷で、銅板地内で一番大きい家だった。翌年の1925年、大正十四年一月十四日に、長男、君竹、後の三島幸男が誕生した。君竹が生まれて四十九日目に、二階で赤ん坊を育てるのは危険だという口実のもと、母、夏子は君竹をあずさたちから奪い取り、自室で育て始めた。 妻、静江が授乳する際も、夏子が時間を計ったという。同年の1925年、大正14年、農商務省が、気候改革により、農林省、現農林水産省と商工省、現経済産業省に分割され、市は、農林省産市局へ行った。同局に1927年、昭和2年、楠木美、吉尾が配属されてきた。 1928年、昭和3年2月23日に、長女、三津子。1930年、昭和5年1月19日に、次男、和幸が誕生した。1933年、昭和8年3月頃に、慶応病院が近くにある、四谷区西品の町16番地、現、新宿区新町8番の借屋に転居。8月に定太郎とな子が、 そこから二三軒離れた家に住むことになり、夏子が溺愛する長男、君だけだけがそこに加わることになった。この年の七月、市は農林省米国部経理課長となった。1937年、昭和十二年三月、市は官僚として欧州を外遊した。この旅行の手土産には、グイドレーニの聖セ,セバスチャンが乗っている美術が集もあった。同年月、 市の一家は、渋谷区大船長十五番地、現、渋谷区小島二丁目四番八号にある洋館の、借屋に転居することになった。これを機に、定太郎が夏子を説得し、中等家一年生の君武は夏子から引き離され、あずさたちと同居するようになった。同年十月九日、農林省営林局事務官に就任し、大阪営林局長となった。これ以降、 1941年、昭和16年1月21日に農林省水産局長に就任するまでの約3年間、大阪に単身赴任した。単身赴任中の1939年、昭和14年1月18日に母、夏子が海洋出血のため死去。1942年、昭和17年3月、約1年勤めた。 水産局長を最後に農林省を退官。民間の国策会社に天くなり、日本ガス用木炭株式会社社長に就任した。同年8月26日に、父、定太郎が死去。1945年、昭和20年10月23日、17歳の長女、三つ子を長地フスで亡くし、悲しみに暮れた。同年の終戦で、 日本ガス用木炭株式会社は機能停止し、1946年昭和21年10月に日本新炭株式会社なるが、1948年昭和23年1月に政府命令で閉鎖された。引退後は長男の君竹、作家三島幸男として認められたと生計を共にしながら暮らした。1950年。 昭和25年8月には、目黒区緑ヶ丘2323 23番地、現、緑ヶ丘1丁目17-24の,の借屋へ転居。その後三等の結婚に伴い、1959年、昭和34年5月からは、大田区孫ご東1丁目1333番地、現、南孫ご四4丁目32-8の,の新築の邸宅に移住した。 1965年、昭和40年5月、着替えとして、東京弁護士会に登録、第9682号したが、弁護士業務は行わなかった。1970年、昭和45年11月25日、長男の三等が、自衛隊、市ヶ谷中屯地で、活腹受決した、詳細は、三島事件を参照。1971年、 昭和46年3月23日から東京地方裁判所で始まった盾の会事件の後半全18回には嫁の平岡洋子遺言執行人の斉藤直一弁護士と共に傍聴した。氏は同年の12月から翌1972年昭和47年4月まで雑誌諸君に三島の思い出を綴った手記せがれ三島幸夫を連載し 5月に文芸春秋から刊行された。裁判のことなどを改装した続編も、その2年後の1974年、昭和49年6月に刊行した。1976年、昭和51年、観光編をわずらっていたあずさは、肺に溜まった脳症による呼吸困難のため、12月16日の午後2時50分ごろ、虎ノ門病院で82歳にて死亡。 12月18日、次男、和幸が模主となり、葬儀、国別式が、港区アタゴ一丁目33の清表寺で営まれ、聖四位、君三等が贈られた。人命辞典によると、父に似て、活発基地に富むと記載されている。農林省で、梓の7年後輩の楠の君、吉尾によれば、三四局検視家に楠の君が配属されたとき、 市はすでに産業課に2年間いたが、1ヶ月ほど働いた頃、検視課長から呼ばれ、隣の課の平岡君はあまり仕事熱心でなく業務が滞りがちなので手伝ってやってくれんかねと頼まれたと言う。産業課長は技師で技術的な知識も習得する必要のある業務だったが、市はあまり仕事熱心でなく、席を離れて廊下をうろうろし、 暇そうな事務官を見つけては油を売っている、廊下トンビだったとされる。楠木のは、昼休み近くになると、あずさから、よう、楠木の君,君と声をかけられ、三越の特別食堂ができると、よくそこへ連れて行かれたという。夕方、勤務終了時間になれば、さあ、帰ろうと誘われ、帰路によく明治屋で一緒にコーヒーを飲んだ。砂糖を入れず、 いつもブラックで飲んでいたあずさについてくすの君よしは、都会人なので農林省は、肌が合わなかったのでしょうかと回想している。また、体調時間が近づくとそわそわするような人だった。同期の騎士さんも、あいつはダメだからなぁと放ってましたとも述べている。米国経理課長時代には、父、定太郎の妹の無目の次男、重定が、横浜の倉庫会社に勤めていたため、 台湾や朝鮮からの移入前をそこに納入する便宜を図り、重帝は会社の神戸支店を経営するようになった。市は大阪営林局長に営転し、大阪に単身赴任している頃、その見返りとして、重帝がお供させて、神戸福原遊郭や、宗江門町、花熊、ポント町の茶屋などで遊んでいたという。毒舌的で変わった人柄であったあずさは、 部下の営林局経理部長が、異界用で亡くなった時の追悼座談会で、おののが個人を褒めたたえる中、みんなも申されるように怒らない人で、何とかして怒らせようとしても一向に顔色を変えない。受け流してしまうので子肉らしく思うこともあった。実に恩和な性格であったが、部下のボーナスや、新級の話が出ると無気になって頑張るで、打って変わる態度をキーに思って、 顔を見返したこともあると発言した後、これから別の会合があると言い残して中座したという。こういった性格のため、部下からも人望が得られず、その後の本省の水産局長も一年足らずで、体官となったのではないかとされている。主は三島が3歳の頃、普段夏子の部屋で、女の子のように育てられている我が子を、心配して、蒸気機関車を間近に見せてやろうと新宿に連れて行った。 抱き上げた息子の顔面をソフトボーでかばいながら、焼けぼっくいの柵のところで、機関車すれすれまで近づき、怖いか、大丈夫だよ、泣いたら、弱虫でドブに捨ててしまうよと脅かしスパルタイクを施したが、幼い三頭は、脳面のように全く無反応であったという。父は息子を男らしく、育てようと、意気込み、三島が猫を膝に乗せて、 可愛がったりする光景も男楽しない尺に触る、行為と移り、その愛病を思い切って捨てた。しかし、三島はどこからか代わりの猫をすぐに探してきて、また可愛がって飼っていた。そんなことの繰り返しの末、今度、死は猫の餌に鉄粉を混ぜ、死なせようとした。しかし猫は衰弱するどころか、かえって元気になっていったという。 幼い三頭はよく隣の塀の節穴を覗きに行っていた。気になった梓が後でそこを覗いてみると、三島と同年配のわんぱくな男の子たちが野球や相撲をして遊んでいた。死はそれをきっかけに家の中で三刀の相撲遊びの相手をしてやるようになった。三島が有名作家になった後、死は三島との雑談中にこの思い出に触れ、 幼年時代の別世界への戦望や悲哀がお前の文学の小箱に流れ込んでいるはずだと言ったら、三島は全くその通りで生まれ落ちてからのすべてのものが僕の文学の小箱には入っておりす。しかし自分はもう一つ別に秘密の小箱を作っていると答え出来上がった作品が有告だったという。死は農商務省の官僚時代に鮎の養殖場の件など 大倉賞官僚に予算の折衝で何度も欧平な態度に出られ、大名と小敷のようなやりとりで悔しい思いを経験した。そのためあだちとして長男の三等を大倉賞に入賞させたかった梓は息子をしったげきれいし弁学にいそしませた。学校の成績はいいぬに実業とは言えない軟弱な文学に熱中する息子の姿を苦々しく思い、 日頃から叱っていたあずさは、大阪の単身赴任中にも、息子の将来のことを案ずる手紙を書いて牽制していい。そして不妊先から帰郷すると、相変わらず文芸活動をしている息子を呼び出し、この不良少年目と怒鳴りつけたり、執筆中の息子の部屋に突如侵入して、書きかけの原稿でも構わずに破り捨て、叱り飛ばした。しかし、 こんな風に暴君を気取っていたあずさも、次第に大東亜戦争、太平洋戦争の戦況が激しくなるに従い、やがて徴兵される息子の形見の小説のため、せっせと原稿用紙や製本用紙を調達していたことが監修されている。三島が使用していた原稿用紙は三十六種類あり、その中には、死が甘下りした日本ガス木炭株式会社の社報用の原稿用紙や、 農林省産支局にいた時に入手したと思われる日本産種統制株式会社の原稿用紙があった。戦争末期には徴兵検査に合格し、招集令状を受け取った三島と一緒に入隊先の本籍地の兵庫県へ行った。母、静江の風が移って高熱を出していた三島は検査で欠沈を示し配信順と診断され、即日帰郷のみとなった。 死はその時の喜びを以下のように改装している。死は三島が東京帝国大学に入る際にも文学部の進学に猛反対し、きちんとした生活基盤を確保した上で文学を楽しめと説得して法学部に進ませた。しぶしぶ了解した三島だったが、後年このことをあずさに感謝し、法学部での教育が自らの文学に論理的な基盤を与えたとしている。 これは、三島文学に対する詩の唯一の貢献として知られている。戦時中は、当時の軍国主義的風潮に染まりきって、ナチスドイツを賛美していたあずさだったが、敗戦によって価値観が一変し、これからは芸術家の世の中だから、やっぱり小説家になったらいいと三島を激励するまでになった。しかし、すぐにまた、息子が高等文館試験に合格し、大ー賞の、 完了になることを強く希望した。三島は、大倉省の仕事と、作家活動の二重生活で多忙であった。依頼された原稿の執筆で、睡眠時間は三、四時間で、朝六時には起床し出勤するという状態を続けていた。文学への思いは断ち切れず、死にどうか、大倉省を辞めて、小説家で身を立てさせてほしいと繰り返し懇願したが、馬鹿なこと言うな。 絶対巨山と、あずさは、眼鏡に承知しなかったという。静江が中を取り持とうとすると、貴様、俺の味方をして、に人力を合わせて、せがれをくどくのが女房であり、母である。それを、向こうの味方になるということがあるか、と近所中に聞こえそうな大声で怒鳴りつけていたとされる。三島が、川端康成が重役を務める鎌倉文庫の雑誌。 人間に短編を発表していた1947年、昭和22年頃、詩は密かに出版社を訪ねて、編集長、木村徳造に、あなた方は、君だけが若くて、ちょっと文章がうまいものだから、数儀、反逆を可愛がるような調子でご覧になっているのじゃ、ありませんか。あれで、椎名林蔵さんのようになれるものですかね。朝日新聞に載るような一人前の作家になれますか。 どうお考えなのでしょうかと尋ねたという。この父親の来社を木村は三島には報告しなかった。1946年昭和21年12月14日の夜遅く、三島が太宰治を囲む会に出席した帰り道、根馬から渋谷駅まで三島と一緒だった中村実は渋谷駅の八甲口を出ると、そこに三島の父親が迎えに来ていたと回想している。 三島が仮面の告白執筆前の1948年、昭和23年、ある雨の日の朝、出勤途中の渋谷駅のプラットフォームで転倒して、線路に落ちるという一件があった。心の中では、息子の疲労状態を心配していた浅さはこれを聞き、命あっての物のだねと観念して、役所を辞めてよい。さあ作家一本槍で行け。 その代わりに本一の作家になるのが絶対条件だぞと言った。死は、風貌が長井花風を思わせたことから、三島から陰で長井花風先生と呼ばれていた。ちなみに、長井花風とは、夏子の家系での遠い親戚にあたる。なお、三島は、自身の要件で、父親に面会する相手には、手紙で、父は、変わり者なので、 無礼はご勘用下さい。大意と述べたこともあったという。編集者が家に来て、応接官で三刀と静江と談笑していると、死が廊下からそっと中の様子を伺って、仲間に入ることはなかったが、三島がベストセラーを出す頃になると、死が応対に出るようになったという。講談者の編集者、川島勝と、すっかり仲良くなった梓さは、川島の家を訪問し、 一緒に飲み屋に行くようになった。三島の独身時代には、複数の花嫁候補について、川島に更新書のような調査を依頼しこともあり、三島が縦の会を結成した頃には、三島がよく出入りする渋谷のラーメン屋、元祖札幌ラーメンと同行者たちが誰かの調査も依頼されたという。三島が建てた大田区の邸宅の敷地内の離れ屋に住んでいた頃は、 三島との打ち合わせを終えた編集者、榎本正二と川島が、恒例のようにのみに立ち寄り、出版会や文壇、芸能界の情報を提供してくれるのを楽しみにしていた。またその頃は、東京いい店うまい店の本を手にしながら、一軒一軒看板に、偽りがないかを調査するため食べ歩きをし、帰りには、必ず本人の判定を書いていたという。映画。 カラッカゼ野郎で主役を演じた三島が、ラストシーン、拳銃で撃たれて、エスカレーターに転がり落ちるの撮影中に頭部を強打し、脳震盪で病院に救急搬送された時、息子の頭をどうしてくれるんだ。と、あずさは激怒した。しかし映画完成後、監督の増村康ラが三島邸に招待された際には、 下手な役者を、あそこまできちんと使っていただいて、とマスムラにお礼を言った言う。マスムラは、三島に怪我をさせて申し訳ないと思っていたのに逆に、礼を言われたため、帰り道に、明治生まれの男は、偉いと、あずさのことを褒めていたという。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。